アイテム番号 SCP-733JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-733JP は標準的な人型オブジェクト収容室に収容されます。SCP-733JP から500メートルの範囲には他の収容対象は配置されず、人員も許可がない限りは立ち入ることが禁止されます。SCP-733JP への食事の提供は専用の移動機械を通じて行われます。移動機械は標準的な給食スケジュールに従います。説明 SCP-733JP は22歳の女性です。SCP-733JP の下腹部にはゲーマーズ、アゲインスト、ウィードの水、トリピというタブーが施されています。SCP-733JP は周囲の人間の活気に影響を及ぼす異常性を有しており、その異常性を制御できていません。SCP-733JP の周囲の人間の活気は、オブジェクト本人のものとは常に反発します。より具体的には、SCP-733JP がポジティブな感情を抱いたり興奮している場合、周囲の人間はそれと反発するようにおとなしく、冷静になります。逆に、SCP-733JP がネガティブな感情を抱いたりリラックスしている場合、周囲の人間は興奮し始め、判断力を失います。SCP-733JP の影響によって興奮状態にある人間は、特定のパターンに沿った行動や、好みの変化を経験します。具体的な例として。音楽、とりわけ明るい曲調のものへの強い関心。コミュニケーション能力の異常な向上。飲酒行為への強い関心。この効果は未成年には認められていない。リズムに乗った動き、またはダンス的行為。等が挙げられます。SCP-733JP の持つ異常性の範囲は可変的だと結論付けられています。その範囲は SCP-733JP の感情の強大さに比例し拡大、縮小します。例として、SCP-733JP が興奮、鎮静状態のどちらでもない時には50メートル、睡眠などの極端なリラックス状態にある時は300メートル程度まで拡大されます。同じ範囲内でありながらも、SCP-733JP の異常性が積極的に作用する範囲と、そうでない範囲が存在します。より SCP-733JP に近い場所では、影響者の興奮度合いは正確に SCP-733JP から反転します。逆に SCP-733JP から遠い場所では、異常性はあくまで影響者の感情に弱く訴えかけるだけにとどまります。インタビュー記録733-1。対象 SCP-733JP。インタビュアー、研究員、不機このインタビューは SCP-733JP の発見、回収直後に行われました。SCP-733JP は2133、東京都中央区銀座の、にて回収されています。録音開始、2000年、月、日。研究員それではインタビューを始めます。SCP-733JP A。研究員まずは、あなたの覚えている限りの記憶を教えていただきたいです。SCP-733JP-A と、トイレで寝てた。研究員それ以前は思い出せませんか ?SCP-733JP 無理かも。というか、それ以前は多分ないんだと思う。そりゃまあ大抵の人には老いたちってものがあるし、それが多数派だとは思ってる。でも私は少数派だし、老いたちが欲しいとも思ってない。自分が22歳ってことはわかってる。これっておかしい?研究員ひとまずは大丈夫です。あなたはトイレで目を覚ましたと ?SCP-733JP 層、あまりにもうるさくて目が覚めたの。トイレの外で大勢騒いでた。誰かが汚い声でなんか有名な曲を歌ってたし、何よりゲラゲラ笑ってるのが聞こえた。目覚めも悪かったもんだから私は文句を言いに行くつもりだった。研究員それでどうなりました?SCP-733JP トイレから出ると宴会の会場みたいな場所だった。で、みなさっきまでの騒ぎ方が嘘みたいに静まり返ってた。テーブルに座って、無言で胴上げやらポテトやらをつまんでた。あまりにも不気味で文句言う気もうせちゃって、その会場から外へ飛び出した。多分パニクってた。SCP-733JP 外も同じような感じだった。どっかの繁華街みたいな感じだった。でも陽気な人間は誰一人いなかった。みなスマートフォンすら見ずに、それぞれの目的地に歩いて行ってた。私、慌ててたからあんまり覚えてないかもしれない。でも間違ったことは言ってないはず。研究員あなたはその時点では、自分の異常性には気づいていなかった、そういう役ですか ?SCP-733JP 時間の問題だったけどね。
どこまで歩いてもそんな状況が続いてて、客引きの人すら肩から店の宣伝イラストかけて突っ立ってるだけ。で、私はどこかの塀にもたれて、これからどうしようかじっくり考えることにした。星空を見てるとだんだん落ち着いてくるのがわかった。ため息、この意味わかる？研究員理解しかねます。何でしょうか？ SCP-733JP 私が考えに没頭すると、皆が騒ぎ始めたの。街が色づくっていうおしゃれな感じじゃなかった。もっとこう、ノリノリな感じで。それで薄々気づいた。もう知れてると思うけど、私と皆の気分って常に違うのよ。研究員それは非常に有益な情報です。SCP-733JP 層？じゃあもっと言うけど、この魔法って私にとっては難題そのものだった。研究員難題ですか？ SCP-733JP 私は別に誰かと仲良くするつもりもないし家族もいないけど、これじゃあ他の人と関わっていくのに課題が多すぎる。研究員なるほどね。SCP-733JP 他のがどうかはわからないけど、私には笑いを提供するって目的があるのよ。ため息、なのにこれはあんまりだと思わない？研究員異常性で笑わせるのはなしって意味で？研究員の口調の変化並びに、足で単純なリズムを刻む等の行動が確認されたため、インタビューは中断された。録音終了、2000年、月、日。インタビュー終了後、SCP-733JP は以下のメモを提出しました。ホーリー、ヘック、あなたはいつも見ず、パリピを見つけました。あなたが頭の上から感情を意識しているなら、盛り上がっていない理由はありません。ワンタインメターエイト博士は誰ですか？それらをすべて見つけて、ミスター、ゲーマーになろう。21ミスター、ネグレクト。22ミスター、キリバン。23ミスター、中国からやってくる。24ミスター、小悪魔系女子。25ミスター、納税。26ミスター、生い茂る草。27ミスター、非検閲。28ミスター、いじめ、生産中止。29ミスター、ああ。30ミスター、偽装結婚。31ミス、パリピ。32ミスター、リスペクトありすぎとミスター、リスペクトなさすぎ。33ミスター、サイガ6ミ。34ミスター、証明。35ミスター、忘れっぽい、GAW リミックス。実験記録群733。実験記録73301、日付2000年、月、日。対象 SCP-733JP。D6945。実施方法8メートル、8メートルの部屋に SCP-733JP を配置し、同じ大きさの隣室に D6945 を配置する。また、SCP-733JP の精神面の状態は実験記録に明記される。この実施方法は全ての実験に共通し、以後は記述を省略される。SCP-733JP の状態平常。結果 D6945 は目立った特徴を示さなかったが、いかなる刺激に対しても目立った反応を示さなかった。分析おそらくは、SCP-733JP の近くにいる人間の感情は恒常的に影響され続けることを示している。博士。実験記録73302、日付2000年、月、日。対象 SCP-733JP、D6945。SCP-733JP の状態トレーニング器具を用いての運動を指示されている。結果 D6945 は質問に対して冷静な受け答えを示した。分析予想と概ね同等の結果を示した。博士。実験記録73303、日付2000年、月、日。対象 SCP-733JP、D6945。SCP-733JP の状態アルコール類を提供され、興奮状態にある。結果 D6945 は質問に対して実験733を上回る合理的な回答、冷静な反応を示した。分析 SCP-733JP の正しの感情は、D6945 の負の感情をもたらしていない。これは SCP-733JP が逆の感情ではなく逆の興奮度合いを与えていると考えられる。博士。実験記録73304、日付2000年、月、日。対象 SCP-733JP、D6945。SCP-733JP の状態睡眠中。結果 D6945 は指示に従わず、曲の熱唱やダンスの披露を行った。実験途中から、D6945
6945は自身が疲労していることを理由に床に寝転がって曲を口ずさんだ。SCP-733JP の影響範囲が300メートルまで広がったために、SCP-733JP の起床まで実験は延期された。分析睡眠が最大のリラックスである、という予想に基づいた効果と、異常範囲の増加を見せた。また、影響下にある人物も自身の疲労状態などは自覚できるようである。実験記録7330号、日付2000年、月、日。対象 SCP-733JP、D、6945から D、6955までの10名。SCP-733JP の状態睡眠中。結果 D クラス職員たちはダンス、腕相撲、組体操などの運動から、徐々に古今東西、しりとりなどの運動を必要としないゲームにシフトした。10名の D クラス職員の中には言語圏の違う人物も存在したが、コミュニケーションに障害が発生している様子は見られなかった。ただし、古今東西やしりとりの最中では少数派言語の職員は自主的にゲームへの参加を辞退した。分析言語のやりとりはほとんどなく、主にジェスチャーと軽い行の発音のみでコミュニケーションが成立していた。実験後のインタビューでも、D クラス職員たちはこの実験に好感を示していた。これは残存性というよりも、ただ単に記憶への感想と言えるだろう。博士。インタビュー記録733、2。複数の実験の後、SCP-733JP は実験に非協力的な態度を示しました。また、SCP-733JP の異常範囲は1週間の間で平均370メートルを記録し、その効果は影響者の感情を好転させるものでした。睡眠中の SCP-733JP の異常範囲が約300メートルであることから、SCP-733JP に憂慮すべき精神悪化が起こっているとみなされ、インタビューが行われました。対象 SCP-733JP、インタビュアー、研究員、付記第1回目のインタビューを踏まえて、両者はビデオ通話システムを通して会話する。録音開始、2000年、月、日。研究員気分はどうでしょうか ?SCP-733JP? SCP-733JP 私は見ず、いや、SCP-733JP で大丈夫。気分はあんまり良くない。研究員心当たりはありますか ?SCP-733JP どうだろう沈黙、ずっと閉じ込められてたら誰でもこうなるものじゃない実験の時も空っぽの部屋に閉じ込められてるのは変わらないし。研究員すみませんがしかし、これも研究のためです。しかし、私たちはあなたの異常性を理由にメンタルケアを怠っていたと認めざるを得ないでしょう。まだ確定していませんが、コミックや雑誌の提供が予定されていますよ。SCP-733JP いや、いいの。多分今のは八つ当たりだった。もっと根本的なことだと思う。コミックとかはありがたいけどね。研究員根本的なこととは ?SCP-733JP 私の含めて他の、つまりシリーズね。シリーズは愉快じゃなきゃいけないの。たとえ何が言いたいかわからないように見えるものでも、特定の人からは笑えるものじゃなくっちゃいけないの。研究員、沈黙。おそらくは前回のインタビューでの発言を反省しての自粛だと思われる。SCP-733JP でも、私がどこからどう見て面白く見えるだろうって疑問が常にあるのよ。私は皆を笑わせる魔法を持ってるけど、でもあれは笑わされてるだけだって思うの。研究員悪いことばかりではないと思います。あなたに影響された人間は概ねプラスの感情を得ていますよ。何人かは再度の実験を希望していますし、その後の態度にも少しばかりの改善が見られています。SCP-733JP、沈黙、本当にそう?研究員間違いありません。あなたが自身を見つめ直すのに十分なデータが提供できると思います。SCP-733JP、長い沈黙、じゃあ、努力はしてみる。録音終了、2000年、月、日。コミックや雑誌に加えて、SCP-733JP に実験記録7330号の映像の抜粋を提供しました。SCP-733JP には現在、精神的な好転が見られ始めています。私はこの処置に効果があると推察し、収容プロトコルに同じような処置を追加することを要請します。研究員。前向きに検討します。まずは短期間のテストから実施するのが良いでしょう。博士。